はい、どうも、コミです。さて、本日はボブソンファミリーさんからお届けしてまいります。マンホール13のアタックですね。アタックなんですけども、これはね、今回ばかりは敵側のアタックをちょっと取り上げざるを得ないですね。めっちゃうまいんだ、これ。本当にね、どうなってんのよっていうアタックをちょっと見せつけられちゃって、まあ、これはえぐいな。タンホール13から14のカンストを全開取っていくっていうリプレイですね。で、まあ、ちょっとそれ最後にね、流そうと思うんですけど、合計3本ちょっと今日、その本命の動画とかリプレイ入れて、お届けしますが、クイヒラバルなんですね。やってる戦術が。で、やっぱりですね、クイヒって、そのポテンシャルが高いなっていうのはある程度皆さん分かっていると思うんですけども、改めて見せつけられた、そんなタックだったなっていう、まあ自分的な感想はそう思いますんで、そもそもね、クイヒって、じゃあ、ポテンシャルは高いって言うけど、その簡単にできんのって言うとそうじゃないんですよね。だいぶ各タンホールで、クイヒっていうのは難しい僕は戦術に入るんじゃないかなと思うんですよ、正直なところ。まあ、その軽くね、表面をなぞるぐらいのクイヒだったらそんなことないんですけど、本来このクイヒ系の戦術をタンホール13、14で使おうと思ったら、まずはね、このタンホール13同士のアタック、カンスト同士のアタックで見てほしいんですけど、中に突っ込ましていくんですね。で、この中に突っ込ましていくっていうのは、すごく実は難しいテクニックです。クイヒーへの火力をある程度分散させて、かつ、ヒーラーの回復量をレイジとかフリーズ使ってコントロールしなきゃいけないんで、相当難しいんですよ。マジで。マジ難しいんですけど、まあ、まずは見ていきましょうかね。タンホール13同士どんな感じになるのっていう、抹茶さん、宇治さんがうまいんだな、これもまた。すげえ。ここしっかりカットしてるんで、クイーンがこの壁の中にスルスルと入ってくるんですね。で、ノーダメージ状態でイーグル砲を打っていきます。で、次、このクロスボウと宝石のターゲットがクイーンに行かないように、この後の、一手に注目。はい、大砲とクロスのダメージを受けた段階で、バルーンを1体出して、これ、ホーミングのチェックですね、これ。ホーミングチェック用のバルーン。さらに、ここにキングを出して中に入れていくことによって、クロスと、投石のダメージっていうのをキングが振ってくれるようにします。さらに、ここ、ウォールブレイカーで壁上げて、普通だけではなくて、キングで投石とクロスを倒していこうってことなんですよね。おいおい、マジかよって思いますよね、これ。で、そんなことをしながらよ、ここのど真ん中に壁に穴開けてんのよ。これいつの間に開けたみたいな感じじゃないですか。で、これが、やっぱりその今のタンホール13とか14で、全開取るために必要なクイヒーなんですよね。で、ヒーラーにレイジをかけて、アーチャークイーンの体力も、攻撃力も増しながら援軍と当たるわけなんですけども、これ、スーパーガーゴールのダメージがエグいんですよ。クロスボウもそこについてくるもんだから、クローク吐かされましたよね。ギリギリのところで。で、さらに相手のアーチャークイーンと当たるんで、レイジを重ねがけていくんですけども、まあ、これね、ラバルがもう回り始まってますが、クイヒーに注目しましょう。グランドウォーデンのダメージ、投石、クロスボウ、相手のロイヤルチャンピオンがここにいるんで、まあ、こんな形で、インビジブル、レイジをさらに重ねながら、バルーン回しながらこれやるんですよ。フリーズとかかけながらね。どんだけ忙しいねんって話なんですけど。で、シングルインフェルノ。これやばいんですけど、瞬間クイーンが逃げてくれて助かった。と思った時、今度はキングが登場みたいな。四方八方からっすよ。アーチャークイーンにも襲いかかる、襲いかかる。どんだけお前らいじめてくれんねんっていうぐらい、襲いかかってきて。で、最終的にはキングがクイーン殴り倒したんですね、こういう風に。まあでも、真ん中に入ってこれだけクイーンがね、レイジ状態で暴れまくってくれれば、もう外周部分、この辺までこう全部カットが、まあ、済んでる状態なんで、まあ、バルーンたちっていうのは、しっかりね、回すことがこうできるルートがもう完全に仕上がってるから、あとそこでもう展開まで持ってけちゃうんですけども、持ってけちゃうんですけどって言ったらなんか軽く言う思うけどさ、まあ、そこに持ってくための、このクイヒーの技術をね、まあ、相当、ヤバタニエンだなっていう気はします。まあ、これがタンホール13のクイヒーなんですよ。だからこれぐらい、タンホール13の防衛でも、あっという間にクイーンの削る、体力を削っていく火力を持ってるってことなんですね。じゃあ、タンホール14の、なんだ、火力って、そんなもしかして高くないんじゃないのみたいなことを思うかもしれない。まあ、思ってないと思いますよ。皆さん絶対思ってないと思うけど、改めてそれを見てほしいんですよ。これで。バリタンのアタックですね、これ。クイヒードラゴンライダー。このアタックも相当うまいんです。クイーンをぐるーっと、ずーっとここにね、こう入れていきながら、真ん中をえぐっていって、ドラゴンライダーを、あと流していくっていうタイプのアタックになるわけなんですけども、タンホール14の火力、当然やばいっす。
で、タウンホールが特にギガポイズンっていうね、あの倒された、まあ、壊された後に、まあ、しばらく、ポイズン効果を発生させるので、ここに絶対アーチャークイーンを入れるわけにはいきませんよという点が、まあ、なおさらこの攻めを難しくしてるんですけども、さあまず、タウンホール14という、まあ、これ一応あれかな、クロスとか、ん、若干これタウンホールレベル13レベルかな、まあ、でもあの逆にね見てほしいのは、タウンホール14のカンストユニット、要はヒーラーとアーチャークイーンですね、でもどれぐらいタウンホール14の施設に苦戦するのかっていうのを見てほしいんで、まあ、そういう意味だともっとカンストしたらこいつらの火力が上がるってことなんですよ。で今回相手が取ってきてる、つむぎ組の方の、まあ、ボブソンファミリーつむぎ組さんのねファミリークラン、こちらの味方側の村はカンストしてるんで、これ以上に火力高いわけなんですよね。でアーチャークイーン中に入ってきます。これうまいですね。ここに穴開けっかよって感じ。これにくいね、マジでにくい。でキングを入れていってマルチインフェルのロイヤルチャンピオンも当てながら三次方向を処理しつつ、ここですね、よく見えてますね、ポイズンはアーチャークイーン、さらには防衛軍きっちり当てることによって処理していきます。レイジもかかってるのでアーチャークイーンの体力はマックスを維持している状態でパピーを処理、マルチインフェルのさらには、タウンホールをアーチャークイーンで処理しますね。さらにレイジを重ねかけてアーチャークイーンの体力管理をきっちりやっていきます。うまし、うまし、マジでうまし。はい、アーチャークイーンがこれしっかりレイジ乗ってるんで、これはちょっとやばかったんでフリーズしましたね。これはヒーラーを守りました。でもこれぐらいやっぱりちょっと目を離すとあっという間にヒーラーとかを焼いてきちゃう、このギガインフェルノの威力ですよね。で中央部分に入ってこれレベルマックスではないんですよ。クロスボウ2本から撃たれるとアーチャークイーンの体力があっという間に高額ゲージになりますってなところで、上からドラゴンライダーをこうぐるっと回していきながら、最後展開まで持っていくわけなんですけども、これ最後のフリーズうまいな。あと2枚フリーズ持ってるのが強い。マチャクイの今の結構体力の削られ方見ましたよね。あのこれクロスがおそらくレベルマックスだったらアチャクイクロークはどっかで吐かされていたか、ないしは、まあ、フリーズもう 1,2 枚使わされていたんじゃないのかなっていう気はしますけども、あの相手のね防衛施設のダメージをきっちり見極めて、ここで呪文の威力を最後まで残しながら展開まで持っていく、バーリーさんのうまさですねどうやったどうやった、これはどうやるよね。気持ちいいよな。いや食い火でも決まると気持ちいいんですよ。これぐらいガツンっていくんで、まあ決まったらかっこいいっすよ。ないでしょうね、かっこいい戦術だと僕は思うんですけど。じゃあ今タウンホール13の、まあ、カンスト同士のアタックで、まあ、どれくらいクイーンが苦戦するか。でタウンホール14のレベルになったクイーンとヒーラー、ヒーラーもレベル上がるんでね、ヒーラーとクイーンの組み合わせでもカンストしていないタウンホール14相手にこれだけ結構際どい線まで持ってかれちゃうわけですよ。ダメージでかいんで、それを踏まえた上でこれ見てほしい。これ見てもらうとマジでクイヒーの、可能性みたいなものをめっちゃ感じるんで、あのねこれ、まあ、難しいと思うんだけど、クイヒーってやりたくなっちゃいますよね。これ見るとまずは突撃艦で、この投石機と相手のロイヤルチャンピオンを狙っていきます。でそれと同時にこれ援軍を釣り出すんですね。釣り出して火力が低い外周側にクイーンがいる間にこの援軍を処理していきます。いいですね、この区画丸々壊しましたね。これ相手のロイヤルチャンピオンを投石、さらにはクロスボウで全部レイジのイエティで壊していきます。しっかりサイドカット、この辺ね、スニークゴブリンでやっていきながらアーチャークイーンを誘導していきます。マルチインフェルノ2本なんで、この辺そんな火力は高くないところをしっかり見極めてますよね相手。うまいですね。でポイズンをかけていって相手のパピーを処理していきながらヒーラーおよびクイーンのダメージを最小限に抑えていきます。キングを盾にしながら後ろから、ロイヤルチャンピオン、さらにグランドボーデンを重ねていって、グランドボーデン、これ陸ですね。よく見られるキングとロイヤルチャンピオンに、グランドボーデンのトームを使って、ヒーローパートを伸ばしていくっていうタウンホール14ではよくやられる上等パターンのタイプのスーサイドをここで展開します。いや、このスーサイドさ、でもどうなのかな？結構だと思うけど。タウンホール14相手ならやってもいいけど、13相手って、これペットいないからね、よくここで出したなって感じがしますけど。さあ、アーチャークイーンはジャンプの呪文を使って、真ん中のマルチインフェルノを処理、さらに真ん中の角に入っていきながら、これは、おっと、もう一個レイジプラスジャンプを使ってタウンホールまで持っていく。で、真ん中の投石機に対してはロイヤルチャンピオンがきっちりケアしながら、外周6時側はバルーンが処理。しっかりレイジに乗っかったアーチャークイーンが、厳しいこの火力のゾーン。相手のグランドウォーデンゾードクロスボウのダメージのところをきっちりと乗り越えていってタウンホールにアプローチ。インビジブルを使ってダメージを抑えながらタウンホールを壊していきます。これよ。これ。
さらにここでフリーズまだ1枚残ってますからね。おい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 って感じよ。ほんとすげえわこれ。ほんとすげえ。やばくない？こんなのさ。で、残り時間はね、まあ、39秒で全カメラ持っていくわけなんですけども、しっかり回収用のバルーンとかガーゴイルを、まあ、無駄ないように出していって、うわーくー、すげえ、対空砲をしっかり壊して、あとはもうガーゴイルたちの天下ですね、回収は。中央部分からクイーンが周りの施設をバンバン撃って、全開まではもう待ったなし。なんと、キングがまだ生きてるっていうね。参るわ。これうまい。だからこれぐらいやっぱり、クイヒーって、相手の火力のバランスだったり、急所の部分に刺していけば、体力があるんですよね。だから、高火力帯を、レイジガンガン開いて、で、フリーズ、インビジブル使って乗り越えていくっていうタイプの、クイヒーも確かにかっこいいんだけど、今回相手がこれすごかったなと思うのは、ここはやっぱ火力がちょっと高いんだけど、密集してるんですよね、この部分。だからそこに突撃艦落としていって、援軍釣りながら、この区画を処理することによって、クイーンが通っているこのルートにあんまり強い防衛がないんですよ。こういう風に。ほら。こういう風に。ないんですよね。まあ、ここまで行くと結構あるんだけど、この終盤タウンホール側は。ここ全然ないんで、そこをクイーン通していきながら、キングと、ロイヤルチャンピオン使って、この辺のね、アーチャークイーンとかバーバレンキングがいるこの辺のゾーンっていうのを処理しながら、下側はバルーン回していこうという感じですね、これ。で、このクロスボウとか、投石機とかの火力っていうのをバルーンパートで無効化しながら、まあ結果的に今ロイヤルチャンピオンがこの投石機は壊しましたけど、まあロイヤルチャンピオンプラスバルーンですよね。こいつで無効化しながら、アーチャークイーンの横打ち、下方面からのダメージを抑えて、正面からはまあ少量のダメージしか受けないから、そのままタウンホールまで一気にガーッと突っ込ませていこうっていうね。まあそういうタイプのクイヒーでしたというところですね。火力の密集度合いとかいうところをきっちり見極めたこのまあルート設計とそれを実行するプラン力、あとまあタウンホール13カンストでありながら14を全開するこのクイヒーのポテンシャル、やっぱねトッププレイヤーがねこのクイヒー使うわけですよね。あとクイヒーとラバルの組み合わせ、いやーやっぱトッププレイヤーが使うわけだなって思います。本当に使いこなせばここまで強いのかっていうのをね、もうまたまた見せつけられて、あっぱれだったんですけども。まあ今日はね、そんな形で、クイヒーの、可能性というところをね、ちょっと見てほしくて、この動画、作らさせていただきました。どうだったでしょうかね。結構、ほーって思ってもらえたら嬉しいなと思うんですけども、まあ、こんな形で、僕のチャンネル、クラン対戦の解説的な動画中心にやっております。タンホール13、14、メインで配信をしておりますけども、たまに12も今混ぜています。で、まあ、この動画見たと思ったらグッドボタン、チャンネル登録してほしいなというふうに思いますし、またぜひこれからもご視聴いただけたら本当に嬉しいです。では、今日も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。